この猫のこのケース、うん、リチャード・ブレーンがめっちゃ好きなのこれ集めてるこれと同じようなやつね、うん、2つぐらいねイベントの時いつも並べてるかわいいじゃん。かわいい。じゃあこのちっちゃい方、うん、リチャードに今度お世話になるんで買っていきます。いい、うん、小物入る。いいじゃん。じゃあギフトラップしよう疲れ様です。今日は、1月19日です。はい、今ね、イズマティックの、マスタートラック、はい、送られてきまして、聞いておりました。いい感じだと思います。あれいつでしたっけね、渋谷のワンハートスタジオだったかな。まあ、はい、誰がやったんだろうな、これ。エンリコさんっていう方がね、アルバムと、その前の EP をやってくれてて、で自分がギター取ってたあの日にさ、エンリコさん来てさ、見学してったから、まあそのまま彼がやったんだよな。ちょっと今までとテイストが変わった感ありますね。いい方向に。まあ前回のアルバムがそれぞれ各自レコーディングして。みたいな、あまりにも遅れる場合はやんない方がいいかもしれないな、これ。まあそもそも録音してる時には遅れは感じないというか、ダイレクトモニターしてるんで別に遅れることはないんですけど、録音自体がもしこう遅れて撮れちゃってるとかってなってたら嫌だなっていうだけで、オンタイムで弾いてるわけだから。あ、ドロップD。遅れてるね。え、こんなに遅れてちゃまずいよね。で、ドラムも結局後々入れ替えてみたいな、こうなんかフランケンシュタイン状態でやってたので結構大変だったんですよね。で、その前の EP に関してはもう自分と、ジェフとあの時のドラムがダニエルさんなんですけど、3人はもう一発でもう部屋で撮っちゃったんだよね。Let's listen. We messed up on the count. Just the getting in. ベーシックのトラックを同じ部屋でやってたんで、そっちは結構なんかバンドっぽい一体感というか、なんかこうセッションっぽい感じというか、そういうのがあんのよ。で、音がちょっと柔らかい感じなんだよね。で、前回のやつはそれに比べるとやっぱりこう継ぎはぎ感というか、なんかねデスクトップっぽい感じがあって、まあそれはそれでなんかまあ、うん、そういうテイストだと思えばね、今回はまた違うとこ行ったなっていう感じなんですよね。はい。で、今日はですね、午後からレッスンがありまして、で1個だけしか入っておりません。なので、事務作業をやっていきます、主にね。今週はずーっと昨日まであちこちね、会場の下見みたいな感じで見学行ってたんで、かなりバタバタしてたんですよね。なのでやることリストがまたね溜まってきちゃってて、連絡しなきゃいけないのもあるし、メール返さなきゃいけないのもあるし、はい、やっていきましょうまあ今日ね取り戻すよ。はい、こっから通常営業みたいな感じになっていくかな。もうずーっとさ、パソコン入れてリュック背負って歩いてたから、もう肩凝っちゃってさ、で立ちっぱなしじゃない、その会場を見て歩くのもさ。洗濯物、は
い、もろもろ、事務作業進めてきておりまして、メールとか、連絡しなきゃいけなかったやつ返しました。で、掃除とかもやろうと思ってるんですけども、一旦朝ごはんにしようかな。米がねもうないんで炊きます。やばい、なんもないですね今。どうしようかな。冷凍庫にスペアリブのカレーの素、まあ米はさすぐ炊けるからスペアリブのカレーにするか。水冷たい。普通のしかない。うまそう。じゃあご飯作りますよ。部屋干しっぽい。次からこれぐらいの量いくときはもう3つ入れるか。じゃあおつまみからいきますか。柔軟剤の量設定で増やす。